はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、ちょっとね、体調を崩しておりまして、喉がいかれておりますが、聞き苦しくて申し訳ございません。ちょっと最後までご容赦いただければなと思うんですが、今日はですね、リチュアルフェスティバルが11月の13日から始まるということで、こちらのおすすめデッキをね、いくつかご紹介していこうかなというふうに思っております。このイベントどういうイベントかというと、リチュアルって書いてあるんで、まあ、わかると思うんですが、儀式モンスターを、まあ、メインで活躍させてくださいよと、イベントに、なっておりまして、エクストラデッキ、ほとんどね、やっぱね、使えないんですよね。もう、儀式サポート、ほとんど儀式サポートのモンスターしか使えなくて、かなり癖が強い、モンスターしかおりません。まあ、この辺のね、リンクモンスター見ていただければわかるんですけども、この儀式サポート系のモンスターばっかり、しか使えなくて、例えばアクセスコーロとかね、シンクロエクシーズ、リンクあたりはもう、ほとんど、もう儀式サポート以外は使えないというところなんですよ。で、まあレンタルデッキのこのヌーベルズとかもまあそこそこ強いかなと思うんですが、ちょっとまあ周回するには心もとないかなというところがありましてね、妨害力的にもね、というところで、まあこの辺じゃなくて、まあ自分で作りたいなという方のためにいくつかデッキを持ってきました。基本的にはね、こういうイベントって自分の好きなデッキ使えばいいと僕は思ってるので、まあ皆さんもね、思い思いのデッキ使っていただけばいいかなと思うんですが、まあ忙しい方もいらっしゃるかと思うので、一応ですね、僕が考える、まあこのデッキだったら強いんじゃないかと、今のところ、まだイベント始まってないんで、エアップ段階ではあるんですけども、一応参考程度に聞いていただければなというふうに思っております。独断と偏見で選びました。まずは、やっぱり儀式テーマで、安くて、強い、イベントも周回できそうというテーマ、まずベンデットですね。ベネット、リベネットスレイヤーっていうモンスター、このモンスターを出していくっていう、まあ、テーマになっていまして、ベネットデッキはいくつか動画出してるんでね、回し方とかよかったらそっち見ていただければなと思うんですが、リベネットスレイヤーくんの素材に、この、レブラントとか、ヘルハウンドっていうモンスターを素材に使うことによって、フィールドから、このスレイヤーに、効果を付与できるっていう、そういうテーマなんですね。で、レブラントが、相手のモンスターを除外できるっていうフリーチェーンでという効果を付与できて、で、ヘルハウンドが魔法トラップカードを除外できるという効果を付与できるんで、この2体を、効果付与できると、相手のモンスターと魔法トラップを1枚ずつフリーチェーンで除外することができるという、まあ、そういう、まあ、最強モンスターが爆誕するんですよ。これパーフェクトリベネットスレイヤーって呼んでるんですけども、まあ、これを爆誕させるっていうデッキですね。で、結構新規カード、いつだったかちょっと覚えてないですけど、ラベナスベンデットとかも来て、その動きが結構か安定するようになりましたので、こちらのギミックを採用したり機となっております。一応ですね、ドーハスーラとバンシーおよび、アンデッドワールドみたいな儀式関係ない動きもできますんでね、ここの辺をちょっと多めに採用してもらっても別にいいかなとは思いますし、まあ普通にこうやってリベンデと戦っていくのもいいかなと思いますね。このデッキのいいところですね、かっこいいとこです。かっこいいんですよ、とにかくリベンデスレイヤーが。はい、なので、まあ、個人的には一番おすすめですね。はい、続きましてはみんな大好きみかんこ、まあ、大好きか大嫌いか分かんないけど、みかんこ、まあ、ちなみに僕は好きです。このみかんこというテーマなんですが、まあ、基本的にはその相手のモンスターに自爆特攻をしてね、ライフを取っていくっていう、まあ、そういうテーマになっていまして、今回ね、怪獣がですね、一応採用はできるんですけども、使えるモンスターが限られてまして、一応ね、3体で自爆特攻してもワンキルが取れないような調整になってますね。サンダーザキングとかドゴラみたいな3000以上あるモンスターって3体でぶん殴ると勝てるんですけど、このクモグスとか、ガムシールしか使えなくて、はい、今回の。なので、一応ね、ワンキルはちょっと難しいかなというところではあるんですが、まあ、一応、相手のフィールド上のモンスターにグドンノーノつけるとかね、怪獣にグドンノーノつけたりとかして、3体でぶん殴ったりすれば一応ワンキルは取れるんですけど、まあ、ちょっとハードルは高いかもしれないですね。で、一応手札一発、許されているカードは増殖する G とか全然使えなくて、ドローラードロックワールとか使えなくて、まあ、ガンマとか、エフェクトベイラーとか、ウララ、まあ、ウサギ、ワラシ、まあ、シグレあたり、この辺が一応使えれば、ニビルとかも使えますけど、まあ、この辺が一応使えるようになってるんですよね。だからまあ広く刺さる、まあ、無限包容、ウララ、エフェクトベイラーあたりをまあ採用して相手の先行展開を止めて、で、怪獣でまあぶっ飛ばして、で、怪獣に自爆特攻をかましていくと、まあ、そういうね、コンセプトで今回は組んでおります。で、デクララディバイナーが、一応、
使いはするんですけど、ディクラティバなんて落とせるかとか、マジであのアークでクリアラぐらいしかいないんですよ。ちょっとあんま強くねえなってなって、今回普通にマンジュゴットに、しました。一応アーデクは、あの、愚かな重装とかで落とせるようにして、あのデクラルティバイナーよりも、まあ、打点が高いマンジュゴットを採用しておりますという感じですね。まあ、この時は、まあ、あのいろいろ回し方多分動画上がってると思うんで、そっち見ていただければいいかなと思うんですが、まあ、基本的には高校を取って、怪獣をあのぶん投げていくっていう感じですね。まあ、先行をと許すらずらでも、まあ、そこそこの、盤面は作れるかなと思うので、フーリーで対象対戦もありましてね。はい。まあ、基本的にここ取っていくけど、まあ、先行と譲られても、まあまあの盤面が作れるよというところで、まあ、おすすめのデッキとなっているかなと思います。で、続きましては、メガリスですね。いや、これ、久しぶりに組んだんですけど、ちょっとね、どんな、構築が今強いのか全くわかんないのと、あと、ちょっとね、安定感も、なんか謎です。はい。一応回るように脳内では組んでるんですが、ちょっと回してないんでね、ちょっと急遽動画撮ってるんで、なんで、まあ、ご参考程度にしていただければいいかなと思うんですが、このテーマどういうテーマかっていうと、上級モンスターが儀式魔法の代わりになるんですよ。自分を、手札からぶん投げると儀式できるっていう効果がありましてですね、でこの辺の効果を使えるので、まあ、マンジュゴット特化だけで、その儀式パーツ揃えられるように、マンジョット、戦場とかですね、が、儀式パーツ揃えられるようになってまして、で、デッキ儀式があるんですね、このテーマは。メガリスフィールとか、あとこのメガリスアンフォームドとか、まあ、こういう、まあ、あのカードの方によって、デッキからモンスターをなんか出してくれるっていう、まあ、そういうね、あのギミックがあるんですよ。だから、相手のターンにこのベトールっていうモンスター出して、この相手のターンに特殊召喚した場合に、なんかその自分の墓地の儀式の、あのモンスターの種類の数まで相手のカードを破壊できるっていうね、あの方があるんで、これで破壊して、まあ、相手の妨害をしていくと。で、さらに、このワンキルもこのテーマできるようになってまして、このメガリス・ファレグっていうモンスターの打点がアップ効果がマジでやばくて、自分のフィールドのモンスターの攻守が自分の墓地の儀式モンスターの数から300アップするっていう効果ね。これがね、なんかマンジュゴットとかの打点から、ね、なんか3500とかなんですよね、すぐ。なんか、そういうテーマになってまして、結構ワンキルも取りやすくなっておりますというテーマ。で、このテーマのいいところ、安いんですよ。見ていただいて分かる通り、まあ、一応誘発とか一応入れときましたけど、なんかなくてもまあ別に回るかなとは思うので、まあ、うららとかはからとか抜いてもらって、なんか適当なあの汎用的な NR の、 あの魔法トラップとか積んでいただければ別にデッキとしては回るんで、十分戦時ゴッドとかね入れてもらえば全然回るんで、あのデビルチャー増やしてもらったり、なんでマジで本当無料で、組める、しかもまあまあ強いデッキになると思いますので、まあ、ちょっとポイントもったいねえなっていう人はぜひメガリス組んで回していただければなと、はい、いうふうに思います。続きましてはヌーベルズですね。まあ、ヌーベルズはね、ちょっと回し方がかなり独特ではあるんですけども、一応、ギミック上はかなり、強いギミックになってました。しかも高校ワンキルもできるし、一応先行 の、 あの妨害も用意できるので、まあ、先後割とバランスよく戦えるかなと。ただちょっとやっぱ UR の、 あの数とかもまあまあありますしね、あのレンタルデッキで十分という話も一応ありますので、まあ、レンタルデッキを、まあ使う方はそっちでいいかなというふうに思ってます。一応多分あの理想的なあの組み方をするとこんな感じなのかなというところで今回は組んできましたと。はい。ね、こちらはね、あのデクラルディバイナー入ってまして、これディバイナーで、取り扱いの時はディバイナーリリースするとデッキからこのポワソニエルとヌーベルズっていうモンスター出してくれるんですけど、これが相性が良くてね、まぁ、あ、ちょっと回し方は、細かい回し方は、ヌーベルズ の、 あの動画で、別で、やろうと思ってるんですけども、かなりね、安定感があります、このデッキは。儀式の下準備みたいな、テーマ内専用の儀式の下準備みたいなカードもあるし、あと、デッキからこのポワソニエルと出していきながら相手の盤面に攻撃表示のモンスターを送りつけるみたいなカードもね、来ましたのでね。これ超最近のカードなんですけど、2023年4月のカードなんですけども、なぜか実装されましたので、この辺のカードを使って、まあ、理想的な動きができるかなと。でこの時あのハングリーバーガーを相手に、食わせるっていうね、あの動きができて結構面白みもある、まあ、とても優秀な儀式テーマになっていますので、まあ普通にそのレンタルデッキだったら一番強いんじゃないかって思ってるんですけど、どうなんですかねこれね。はい、というわけで、まあ、ヌーベルズ好きな方はぜひ、ヌーベルズ周回していただければいいかなと思います。一応儀式テーマブラマジ、これね結構強そうなんですよね。まあ、なんでかっていうとメインギミックがほとんど死んでないんで、まあ、しかもカードパワーもちょっと下がってるんですよね、今までのイベントよりも全然儀式テーマだけだと。
なんで、まあ、ブラマジ全然やれんじゃねえかなと思ってまして、まあ、今回は、ブラックマジシャン、まあ、ちょっと一応おすすめしておきます。まあ、儀式テーマではあるんで、ね、一応イリュージョン・オブ・カオス、まあ、あんまり盤面に出てくるイメージないかもしれないですけど、まあ、一応ねテーマ内に儀式魔法の代わりになる速攻魔法がありますし、これで、盤面に出力することもできるし、まあ、基本的にはこのブラックマジシャンたちの、まあ、コンボパーツをサーチするよとして使って、まあ、ブラックマジシャンのムーブをしていくというところですね。で、まあ、リンクモンスターが弱いんですね、基本的に。でこういうのしか言いられないんですけど、一応ね、マスター・オブ・カオス、これ一応カオス儀式モンスター、素材にする融合モンスターでございまして、一応出せるんですよ。なんで、ブラックマジシャンとこのイリュージョン・オブ・カオスで、ヒギで融合して、なんかマスター・オブ・カオス出すみたいな動きもできますんで、一応合法的に、融合モンスターを使えるテーマでもあるかなというところで、よかったら、多分これ結構強いと思うんで、組んでみていただければなと、はい、思います。まあちょっと、あんまり儀式しないんで、儀式デッキとかと言われると怪しいですけどね。最後、儀式する気一切ありません。恐竜です。メインギミックがそこそこ強くて、なんか使えるテーマって、なんかまあまああるんですよ。例えば、なんか他にも、セリオンズとかね、プラネットパスファインダーが禁止になってたんですけど、一応セリオンズ自体のギミックは全部生きてるんで、セリオンズとか、あとレスキューエースとか、まあちょっと、まだエマージェンシーないですけどね、エマージェンシーないですけど、レスキューエースとかも全部一応生きてはいるんで、ルール上。なんで、まあリンクモンスターを絡めて、まあターミナスの4枚セットは一応、2枚コンボとかからできるんでね。なんで、まあこういうテーマだったら別に、その、儀式、イベントでも使えるんですよ。で、その中でも、なんか、まあまあ強いなと思ったのは、恐竜です。全部ギミック生きてまして、で、しかも、卵プラスオビラプターみたいな、ハンドから、なんか、リンクモンスター適当に繋いでいくと、究極進化薬のコストもまあまあ用意できるんで、まあ、リンク1いないから、リンクリボーとかね、いないんですけど、まあ、黒シープ2回出して、墓地に黒シープ送って、で、黒シープをコストにして、究極進化薬打っていくみたいな動きもできますし、結構、盤面的に、ロストワールドとかも全部来てるんで、ロストワールドとか絡むと、最終盤面がなんかアルコンと、パンクラとゴアトルスみたいになって、なんか魔法罠1回無効にして相手1回破壊してなんか全部守備にするみたいな、なんか最強盤面ができるんですよね。なんでまあまあやるんじゃねえかなと、はい、個人的には思ってます。まあ、ただ1ミリも儀式しないんで、なんか偉い人から怒られそうという話はあるんですけども、まあそういうね、こういうデッキも一応使えるよという、まあ、一例として、ご紹介して、おきました。まあ、他にもね、使えるデッキいくつかあると思いますし、なんかもっと隠れた最強デッキ結構あるかもしれないんで、まあ、よかったら皆さんもね、コメント欄にこんなデッキ強いと思いますよみたいな、あったら残していっていただけると、とても、参考になりますので、よかったら、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、イベントを楽しみましょう。では、また次の動画で。じゃあね。